はい、どうもひくもです。今日はすき家にタコライスを食べに行きたいと思います。ちなみに沖縄の吉野家には通年ねタコライスあります。前にね食べた時動画撮りました。すき家はこの時期限定のようです。どんなもんだかね食べてみたいと思います。もうじきすき家です。すき家が目の前に見えてきました。空いてたら店内で、混んでたら車の中で食べようかな。あ、空いてますね。店内で食べちゃおうかな。ではここで食べます。では行きます。
べてきました。美味しかったです。こう夏の暑さでね、さっぱりしたものが食べたいなって時にね、いいと思います。そしてなんといってもね、すごいご飯が多い。今の時代なんか珍しい感じです。途中でなんかね、大盛り頼んだのかなってちょっと不安になりました。レシート見てもちゃんと並みです。大盛りしたらすごい量になってしまうような気がします。あと今回温玉つけなかったんですけど、温玉つけたらなおね、美味しさアップだと思います。つけなくても美味しかったですけど、温玉つけたらすごいですね。で、注文形式なんですけど、最後に行ったすき家の記憶では券売機があってね、頼んだんですけど、ここはね、席に着いてからタブレットで注文する感じでした。いろいろあってね、困っちゃいますよね。とりあえず食べられてよかったです。期間限定なんでね、うかうかしてるとなくなってしまいます。まあしばらくあるとは思いますけど、タコライス気になった方はね、ぜひ。とても美味しかった。